猫の世界にもそんなのがあるんですか。あゆなさん、まだ起きてるのね。起きてる起きてる。これってどれぐらいの感覚でセリフが違うんやろうね。まだ眠くないですか。眠くないよ、全然。むしろ超元気なんだけど。ミルクちゃんたちはまだまだ元気よ。なんでそこミルクの方で言ったんやろ。ももたちはでよくない。まだ起きてるなら一緒にゲームするです。まあ、っていうかあれよね、猫って夜行性よね。やけんきっと今の方が猫たちも元気なんじゃないかと。何回もお顔を見られて嬉しいです。ミルクたちのお顔もいっぱい見てくださいね。もちろん。今日は何をしましょうか。とりあえずなんかね、できることが増えとったけん、それもやりたいなって。前回の終わりの時にね、何が増えたんやっけ。プレゼント。プレゼントじゃないね。遊ぶか。そっか、ババ抜きとかができるようになったって言ったんや。このババ抜きを今回の目指す順位を選んでください。え、目指すのは1位じゃない、普通に考えて。1位目指して頑張ろうね。え、2位を目指して頑張ろうとかある、うん、ないやろ。あ、この辺は勝手にやってくれるのね。なるほど。きっとそのカードはペアになるです。へえ、そのカードはいいと思うです。一枚一枚反応してくれる。いいカードを選びましたね。何それ。それでいいです。いい質問ですねみたいな感じ。いいカードを選びましたね。え、これへえやった。なんか気にならん。そのカードはこれにする。私これです。なんとなく反応が気になる。なんで今ちょっと一瞬悲しそうな顔やったん。それは別にいいカードを選ぶ。ペアになりそうな。それでいいです。いいカード、いいカードはいいと思うです。なんかね、あんまり良くなさそうな反応の方がちょっと。そのカードを引くです。そのカードは、どうなん。そのカードはでもペアになりそう。ペアになそのカードを引くといいです。お、なったなった。本当にペアになった。ごめんね、疑って6ないかな。素直にしとけばいいかな。あ、6。3コイ。今1だよ。いい、最初の反応でやっとけばよかったのに。そのカードを引くです。やだ。そのカードをふふふふ。これにする。私そのカードを引くといいです。え、誰がババ持っとんやろう。5コイ。違うの持ってったけど、とりあえずピアになったね。そのカード、そ、それは、そのカードどっちの反応なんやろ。あ、あ、よかった。決まりです。そんな困る？6コイ。6じゃなかったよね、今の。9やったよね。決まりですね。決まり？そのカード、そのカード、いいカード、そ、それはこれにするね。あ、増えて、なんか私カード多いんやけど。1じゃないよ。そのカードを引くです。そのカード、そのカードは、そのあれ、え、そのカードどういう反応今の。いいと思うです。よきよき。1。あ、引かれたし、引かれたし。それでいいです。そのカードを、そのカードを引くで、そのカードはいいと思うです。おー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 、みんな1枚ずつやん。やったー。あー、1位はももちゃんなのね。そのカードを引く、ペアになりそうな、そのカードを引く、ペアになりそうなカード、悔しいです。ミルクはあれかな、結構素直な反応なんかな。へー、よかったー。2位やったね、でも。これで目標を2位にしとったら、なんか素材がもっと良かったりとかしたんかな。一応1位ではないとはいえ、なんか的中したみたいな感じで。はい、それじゃあちょっと撫でとこうかな。ありがとう。はい、撫で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 。大満足。お、大満足。なんか後ろに列を成しとるような感じ。待って、なんか、めっちゃ、めっちゃ足元、お、
飛びついて取った見た今の反応、ちゃんとああいう風に動くんやね。なるほど、イエーイです、はい、イエーイです、かわいい、満足したです、いいねいいね、あっという間に満足するね。あれなんかな、猫はそんなにでもないみたいな、撫でられるの。これなんか宝物箱、宝箱らしいよじゃあちょっとお出かけしましょうか。よし、ちょ待って、はい、縄張りパトロールに行こう。縄張りパトロールだよ、ゴールがしたい、なんとかゴールがしたいです。三やと思った。一緒に歩くだけで楽しいね。いいねいいね、ルンルン。さあ何が見つけれる。ごそごそごそ、にゃふふ、また石か、にゃふふどういう反応。ゴールを目指すです。あー、一だった、疲れてないですやったね、全然大丈夫よ、てか出発したばっかりやけんね、まだ。はい、そしてこれ結構ね、移動回数が5回しかないけんな。幸せですね。幸せ、それはよかったよ。あ、おー、出られないよ。は、出してあげて、どっこいしょ、オッケーオッケー、かわいい、出られた。お、小石かける3。小石っていうのはさっきから取り寄るあれが小石なんかな。ルン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 、疲れてないです。ああ、ゴールはできそうない。あ、ミルクはもうね、そうやって気遣いができるのいいね。あ、釣り要素もあるんやね、パトロールにも。しかし釣れたのは魚ではない。まあなんか猫たちは嬉しそうだからいいけれど、パトロールするです。嬉しそうだけれども、今回なんか石がめっちゃゲットできるね。ナフフ、でもこの石なんか綺麗やけんさ、水槽の底に敷いたりしたらいい感じになりそうじゃない。パトロールをお家に帰るです。はいはい、帰りましょう。はい、集めた素材は石10個と缶3つ。はい、エピソードが追加。これあれじゃない、なんかメインエピソードみたいなやつじゃない。ほらほら来たー、種を植える日。種植えてるよ。なんだなんだ、新しい花がまた咲かせたいなと思うんやけど、鉢とかはどこで手に入れるんやろ。ねえねえ、さっき宝物箱を見たらね、うんうん、ミルクちゃんの時計の蓋開きそうだったよ。え、そうなんです。中にはすごい大切なものが入ってるんです。時計の蓋って何、あれ針の部分出てなかったっけ、開けれるん。なんか大切なものって何、写真とか大切なものっていうのは、うんうん、何。ミルクちゃんは宝物箱をゴソゴソした後、小さな種を持ってきました。何の種でしょうか。あ、それが入っとったってこと、その蓋の中に。あゆなさん、この種をお庭に埋めたいです。今までに咲いたことのない花が咲くやつかな。どうなるの。木になって実がなるって聞いてます。マジで、あゆなさん、いいですか。庭先に簡単に木を生やされてもいいんじゃないかな。ありがとうです。桃、うんうん、もお手伝いする。ありがとうです。何の木が生えるん。木が生えるような種って何、苗とかじゃなくて。明るくっていいですね。うんうん、邪魔じゃない、大丈夫じゃあ穴を掘って種を埋めますね。普通の花とかよりはやっぱり育つのに時間はかかるんかな。あそこ、ミルクちゃんが種をその小さな穴の中に入れました。ももちゃんがポンポンと血をかぶせて叩いています。種を応援してあげようよ。種を応援、どういう感じ。いいですね、いっぱい、あのトトロの儀式みたいな感じ。応援したいです。あゆなさん、応援の言葉を教えてください。応援の言葉、じゃあこんな言葉どうです。これってさ、こうやってなんか向こうから提案されたやつをこうやって決めていったら、前のワンダフルみたいに
なんか後々関係のあるストーリーみたいなのが出てきたりするんかな。猫だからワンダフルは言いにくいですみたいな。ビリーブユアセルフかっこいいね。ビリーブユアセルフめっちゃかっこいいやん。なぜ横文字なん。応援してる、応援してるよ。次はお水です。そうなの、お水。桃も知ってる。木を育てたことがないけんちょっとよくわからんけど、ホースとかでやった方がいいんじゃない。じょうろ？バケツか。桃ちゃんはバケツいっぱい水を汲んで急いで運ぼうとしています。あらら危ない。なに大丈夫か、倒れた。ああああやっぱり桃ちゃんは転んでしまいました。リレー形式で運んでみよう。リレー形式でとか言ってもわからんくない。みんなで協力しよう。協力？違った。協力？そうそうそう、協力ね。はい、協力してみたいです。言葉の意味がわからないのね。やってみよう。え、説明しなくても大丈夫なの？3人で並んでバケツに水を汲んでリレーしていきます。あなたが水をバケツに汲んでももちゃんに渡します。なんかももちゃんめっちゃ近くなってきたけど。ももちゃんはミルクちゃんにそのバケツを渡します。ミルクちゃんがバケツの水を種を埋めた土にかけます。いいね、協力。一人でやると大変だけど三人でやると大変じゃない、すごいよ。え、でも結局さ、結局え、何、そのももちゃんからミルクちゃんに渡す、すごいです。あ、でもそっか、水を汲んできてここまで持ってくるのは私ってこと。一人じゃできないこともできちゃいそうだね。うんうん、助け合い大事。なんかめっちゃ重いけど、ももちゃんのさ首元のモフモフめっちゃマフラーみたいじゃない。なんとか無事に種を植え終わりました。ご飯を食べる時もそうだったけど、みんなで一緒にするのって楽しいね。うんうん、うん、ミルクも一緒にいるの好きです。もうすっかり仲良しやね。ニャンダフルです。ニャンダフル、どんな実ができるのかな、美味しいかな。そっか、実ができるんか、食べれる実なの。わからないです。でも頑張ってお世話したらきっとニャンダフルな実ができると思うです。うんうん、実のなる木っていいね、めっちゃいっぱい応援しようね。果物系とかかな。ビリーブユアセルフ、木の実とかかな。ビリーブユアセルフ、果物がいいな。この種一体どんな木になっていくのでしょうか。家族レベルアップ。お、家族レベルが6。これは12が限界ってことかな。時計で例えとるってことは。ファッションコーデセット特集っていうテレビ番組を見たんです。難しい言葉は言えたね。おめでとしセットとかすごいおしゃれだったんだよ。お、これでできるようになるってことか。ミルクたちもいいやんいいやん。セットの服を着ておしゃれしてみたいです。うんうん、でも多分今ねあれなんよね、めっちゃさお金がないと思うよね。かっこいい服とか。前回さスコップとかルーペとか買ったけん、かわいい服も着てみたいです。いいね、絶対似合うよ。ショップで服を買ってあげると猫たちに服を着せることができます。服の中にはセットになっているものがあり、セットを買うだけで全身コーデができます。買った服は着せ替えから着せ替えることができます。ショップでセットで服を買うことができます。まずはお出かけからショップに行ってみますね。とりあえずなんか一セットぐらいねくれたりとかしないかな。してくれたらいいな。セットボタンからセットで服をまとめて買うことができます。全部買ってみましょう。買うための素材は特別にプレゼントします。やったね。やったね。あ、素材が必要なんか、お金じゃなくて。なるほど、買った服を着せるためにお家に戻りましょう。リビングまで戻ってみますね。あ、もうこの時点で着てくれとるわけではない。え、てかこれはさ、もうももちゃんがズボンでミルクがスカートって決まっとん。着せ替えができるようになりました。2匹に服を着せてあげましょう。着せ替えを押してみますね。どっちが着れるとかっていうのは決まっとるってことかな。買ったセットの服を着せてあげましょう。セットを選んでみますね。うんうん、かわいいよ。おや、猫たちが何かしているみたいです。
見に行ってみますね。ねえ、かわいい。かわいい服を着せてもらったことだし、うんうんうん、めっちゃいいやん。猫チューブで放送をしてみたいんだ。猫の世界にもそんなのがあるんですか。それはいいですね。うんうん。ミルクちゃんちょっとダボっとしてない？放送するとなると、首元が結構開いとるけんか。チャンネル名があった方がいいですよね。ほうほう。さゆなさん、つけてつけて。チャンネル名、じゃあつけますか。なにどうしよう。にゃーにゃーチャンネルでいいんじゃないかな。にゃー、猫だし。でもあれよね、にゃーチューブやもんね。にゃーチューブってことは猫専門？わかんない。これチャンネルまで入らんくない？入るんかな。にゃチャンネル入らんやん。CH で表す。それかなんかあれかな、チャンネルって入ってくれるんかな。にゃんこチャンネル、にゃーチャンネル、にゃーチャンネルでいいや。戻る、これだね。にゃーチャンネルにしようっと。にゃーにゃーの方が絶対可愛いと思うけど。文句言うやつ。にゃーちゃんねねねねあれねるー、はい、オッケー。とってもいい名前。チャンネルチャンネルってならんよね。気に入りましたです。オッケー。それじゃあ早速放送をしちゃいましょう。かわいい。何？生配信？準備バッチリ。オッケー。それじゃあ放送を始めるです。あれなの、ももちゃんは耳はしまい込んでるの、帽子の中に。おおー、すごい。いいね、いいね。あれ視聴者の数かな、右上。ミニア様。桃だよ。可愛い、登場の仕方が可愛い。ごきげんようです。うん。右下の。ミルクです。右下のマークは何？超可愛いんだけど。この絵面がすごい可愛いんだけど。お時間です。なんなんやろ、これ。押してみたけど。桃たちのおめめの、もしかしていいねの数とかそういう感じ？はい。なになに？お船の出航式。船の名前は、ほら、めっちゃ増えるよ。満腹キャラに成功ですよ。何それ、なんでそんな名前なん？目的地は、行ってみたいお店の港です。これ一人で何回でもいいねできるやん。無限に押すわ、私。行ってみたいお店の港？行ってみたいお店の港？行ってみたいお店って、なんだいそれ。どんなところ？綺麗なひまわりがいっぱいな、綺麗な場所らしいです。いいね、いいね。景色を見に行くということ。まあね、港といえばよね。行ってみたいお店の名物はなんと美味しそうな食べ物なのです。ほう、美味しそうな食べ物食べたい、食べたい。さっきから2人ともさ、全然枠に収まってないんやけど、そういうものなの？満腹キャラに成功。あ、もう絶対伸びるわ。この子たち絶対伸びる。行ってきます。行ってらっしゃい。ワクワク、早く行きたいな。行ってみたいお店の港。うんうんうん。それでは皆さん、またです。バイバイナです。かわいい。もらったいいねの数、私が押しよっただけやけどね。着せ替えができるようになりました。ショップで服を買うと着せ替えられます。スマホで猫チューブが見られます。一度見た猫チューブ動画を確認できます。合言葉を入力できるようになりました。設定から入力できます。なんだい合言葉とは。おはよう世界とかそういうこと？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あれやね、とりあえず全ての服のセットを買っていきたい。